日産プリンス民営販売 EVSV の松野ですはい、それもう一回やってもらっていいですか。それ何ですか。あの神奈川日産のパクリです。パクリ、はい、菅野さんのね、ハロー日産、はいはい、ということで、はい、今日はですね、はい、この YouTube チャンネル動画投稿して始めてですね、なんと1周年、はい、と2週間ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。早いですね。あっという間に、あっという間に1年が過ぎ去っていきましたけども、はい、右も左も、はい、前も後ろも上も下も分からずやってきたんですけど、はいね、こうおかげさまで今で2800人ちょっと、50人ぐらいかな、そうですね、方にチャンネル登録いただいて、まあ、いろんな方に、ね、動画見ていただけて、はい、やってこれました。はい、ということでちょっとここらでね、この1年ちょっと振り返っていきたいなと思うんで、はい、伊藤君と共に、はい、懐かしいなと、はい、いうものもあれば、やらかしてるなとか、そうですね、いろいろあると思うんで、はい、ちょっとね、こう見てくれてる方も、まあ、あこんな動画あったなとか、あこれまだ見てないわっていうのあったら、また見ていていただけたらなと思いますので、はい、一緒に最後までお付き合いください。はい、日産プリンス民営販売 EVSV の松野です。伊藤です。先日ショートに投稿したようにです、ね、早速 YouTube 髪茶色い、茶色くはないですよ、噛んでますよ。もう本格指導していきたいなと思いますので、挨拶も最初なんか考えるみたいな話あったじゃないですか。ありましたね。でもなんか EVSV の松野ですけど定着しましたね。もう初めてその YouTube の動画をこれ撮って、はい、社長に、ね、その当時の社長になんかすごい、次から開けた時ボケが中途半端だねって言われて、なのであの時のショックがでかかったですね。でも今見るとやっぱ硬いですね。硬いし、編集僕がいつも大体してるんですけど、その観点からいくともうテロップに丸かぶりやん、うん、その辺そういうところもね。さくらの最初のレビューの動画とか、撮影の時間になったので、ですね、全然来ないんですけど、何してんすかあの人本当。まあ言うてても仕方ないんでね、ちょっと先に内装をチェックしておこうかと思いますよ。まあね、運転席も大事なんですけど、僕ちょっと個人的に後席が気になるんで、うん、後ろの席開けてみます。ほんま、おはようございますじゃなくて、え、日産プリンス民営販売むちゃくちゃですね。むちゃくちゃです。ここエクストレイル、エクストレイルは初めて1万回超えたやつですね。この外装チェック、うん、ちょっとこだわってますよみたいな。これは結構でも、あと案外伸びたのがキックスがこう後からグイグイ伸びてきたりとか、はいはいはい、これはメカチャレンジですよね。色目が変わってます。これちょっと動画メカニックチャレンジ、メカニックチャレンジはこれは僕は大のお気に入りの、うん、音楽と、音楽もそうですし、この撮影の具合とか、うん、正直メカチャレの動画ってどこの反射さんもそうやと思うんですけど、はい、伸びないじゃないですか、再生回数的には。まあ、他の動画に比べると、比べたらどこかでぜひ見ていただきたいなっていうのは、うんうん、で音楽もそうですね、その三重県のバンドの曲使っててすごい雰囲気に合ってるかなっていうのがあるんで、これぜひ見ていただきたい、改めて見ていただきたいなと、はい、もうすぐ今年バージョンも出るっていう話が予告ですね、あったりなかったりするんで、あもう言っていい、言っていいと思います。あります、あります。アリアの限界チャレンジとか見直してないかもしれない、こう個人的に多分しんどすぎてもうよう見やんと思う。もう この辺からはね、もうなんか 今っぽい感じの今っぽい、そうですね、動画やってきますね。日本の松原行きましたね、日本松原、ね、
電池ちょっとその辺からね見ていこうと思うんですよ。バッテリー残量はいなんとなんと9% 9% かこれまだちょっと余裕やんね。この 9% はねまだ余裕まだまあなんとかなるやろって思ってる 9% 後ろ思いっきりあれですよね、お土産乗ってますもんね。余裕こいてお土産買ってましたね確か。そうそうそう、長島まではまあいけるやろみたいな。バーになりました。はい、ちょっともうやばいですねこれね。現在地がですね全然三重県までもたどり着いてない。はい、残り 5% 鼻かくわそれは。ね地獄絵図やんこれ。マジで危なかったですね。そうです危なかったね。いやいやこれ、はい、これなんかもうこの時点ちょっとポップな感じに仕上がっとるけど、会社まで帰るの無理やと。そこに行くまでの葛藤英国長島。はい、せっかくなんでね、はい、お話ししようと思うんですけど、はい、1% まで行ったんですね。1%。もう湾岸長島まで行くの絶対無理やなってなって、ちょっと無理やなと。飛島っていうところで降りたんですよ。一回も降りたことないじゃないですか飛島って。僕もないです。なかったです。降りてコンビニにとりあえず止めたんですよ。はいはい。無理でした。で近くの充電スポット探して、はい、計画を持った 1% で行けるかみたいな。そもそもそもう JAF 呼ぶか 1% でそこに行くか。でもそこに行くにはこう三重県屈指の交通量を誇る国道23号線沿いなんですよね。はい、ちょっと充電車から借りたいと思います。行くかと。はい、ビンゴカレッジさん、かなりのカットありました。カットっていうか、葛藤、あ、葛藤、あ、うん、ありましたね。もう 1% でそれこそさっきのその携帯みたいにいきなりパツンと切れたら終わりだし。終わりですね。車は本当に終わりですからね。で、まあ、とりあえず行くかって言って裏道から行くかどうかみたいなね。はい、田んぼ道から行ったらどうのこうのみたいな。でもそこでもし何かあったらどうのこうのみたいなのをして、ね、結局、まあ、ビンゴガレージさん、はい、ビンゴガレージさんっていう名前多分一生忘れへんわ。に充電器があったんですよね。でお店閉まってたんですよね確か。営業時間終わってて営業時間中は使えるみたいなのを使わさせていただいて、なんとかここに至るっていう、はい、セレナの何ブルーって言うんだったっけ、 C2324 の動画のいつも言うじゃないですか、コメントがすごいいただけるっていう。ああ、はいはいはい、はい、ああいうのはやっぱ嬉しいですよね。こうの昔これ乗ってましたよっていうんで。伊勢島 E パワーロードも行ったじゃないですか。ああ行きましたね。イベントがあって E パワーロードの柳沢慎吾さん、はい、生柳沢慎吾さんにはテンション上がりました、ね、上がりましたね。谷マリアさんと、はい、この動画その伊勢島 E パワーロードの試乗バージョン2の方ですね、はい、こういう映像もバッチリですね。よく撮れたなと、はい、こういうね。そうですね、いろいろ試行錯誤しましたね。試行錯誤こういうね、はい、映像とか誰も触れてくれないんですけど、すごい走りやすかった、ね、この視聴者さんからも他の反射さんからもどうやって撮ったんですかとか特にないんですけど、あれ松野の思いつきですね。これ松野の思いつき、200点取るかマイナス100点かみたいなところの両極端ですからね。ここですね、やっぱ E パワーロードの動画といえば、うん、ちょっと寒かったね。寒かったですけど、ソフトクリーム食べる気温ではなかったけど。これ撮影日11月ですからね、これ風ビュービュー、ここですね、僕お気に入りのワンショット、はい、ちゃんとね、お金も払って足湯入って、はい、哀愁漂うおじさん感、このねもうどんだけ風が吹いとるか松野さんの髪の毛を見ていただくと分かると思うんですけど、リストラされた人みたいになってるもんね。これもね、この辺の撮り方とかすごいね、いい感じじゃないかなと。ノート E パワーの使用は日産プリンス三重まで、なんつって、はい、これもいい思い出ですね。そうですね。とまあその近藤さん、はい、近藤さんもすごい楽しかったですね。そうですね、これはぜひここは見てもらいたいですね、うん、日産 PR スペシャリスト、うんうん、とか
あと田村さん、やっぱりそうですね、もう本当にすごい方に GTR を、現車をね、オートサロンね、目の前にしてお話しいただきましたから、ね、増野さん GTR 座ってましたもんね、はい、50万まだ払ってないんですようちの会社50万ちょっとまだ未払いがとか、まあ神奈川日産さんとコラボさせていただいたり、はいはい、だから やってましたからね、一番最初に行ったりね、あとまあそのこれ結構盛り上がりましたけど、あと最近始まったそのプライドオブミエの江川さん、はいはいはい、あとねソフトバンクホークスの、はい、ホークスの、うん、こうやってこういろんなことを、まあ、本当にいろんな方に助けてもらいながら車を通じていろんな企画ができたんで、うん、楽しいですね。本当にそうですよね。この車の、ね、紹介だけにとどまらず、そのさらに外側っていうかね、そういうところにもいろいろ挑戦させていただいてるっていうのはすごくありがたいことですよね。ということでね、ジョー君、まあ、1年間いろんな方、はい、いろんな企業さんとかね、いろんな方の協力があってここまでやってこれたんで、はい、まあ、2年目に突入したこれからも、はい、いろんな方に日産自動車の良さとプリンスミエと三重県の良さを広めていけたらなと思いますので、これからもご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。明日で僕40歳になるんですよ。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。なんでね、40歳の松野と共にこれからは、はい、動画をお送りしていきたいなと思いますので、はい、はい、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれからもよろしくお願いしますってことで、はい、次の動画をお楽しみにお待ちください。はい。